今日はですね、FCR に交換するに交換するにあたって、まずは排気系もちょっと整えておこうということで、こちらの ERC のグラスールですね。これ一番コスパ高いんじゃないかな、バイク用の中では。こんぐらい厚いんですけどね。これでナックスで1400円でしたかね、確か1400円ですね。これで中身を交換してみたいと思います。これ1年ぐらい交換してませんね。どうなってるかっていうか はい、直感ですね。中身の方は、見えるかな。まず中身をちょっと見てみますか。このように、一応パンチングメッシュになってますね。そして、この厚み分のグラスールがもともと入っています。でそこに、これどっかのね、旧車用だったか汎用だったかの、サイレンサーで、この幅が60杯のサイレンサーをこのように入れてますね。こんな感じですかね。でこのちょっと黒で見にくいんですけど、一番最後にあるボルト、これを外側に向かって締め込むと、全体が押し付けられて固定できるということになってます。この量の、サイレンサーに入ってたグラスールが、これだけ。約1年ちょっとぐらい走ったっすかね。でこれだけになっちゃいました。ほぼ消音してないってやつですね。一応エンド部分には爪タイプのサイレンサーをね、溶接して、点付けで溶接して、つけてるんですけどね。まあそれだけですね、ほぼ消音してたのね。こんな感じになってました。日々劣化していくんで、なかなか音量がでかくなったなんてことには気づきにくいですよね、こういうのは。このようにマスキングテープで、仮止めしてあります。こうやっていくとね、ワイヤーで締めるときが楽ですね。なんかこのままワイヤーで巻かないで、このままサイレンサーに突っ込んじゃう人とかもいるみたいですけどね。私はあんま好きではないんで、あとふわっと巻くと低音型、きつく巻くと高音型になるとかって最近言いますね。ではワイヤーで巻いていきたいと思います。はい、まあ一応できましたね。で巻き終わったサイレンサーを突っ込みます。本当にね、前回もかなり急遽だったんですけどね、終わってみれば1年たればあんたですよ。なかなかきついですね。
なんか音量自体は変わった気がほとんどしないっ